はいどうもパチです、えー、今日はですねちょっと僕がね個人的に知りたいことを喋っていこうと思うんですけど Twitter、えー、の方で見つけたんですけどね「あの週刊文春」かなあのお山田圭吾さんっていたでしょあのオリンピックの開会式の演出をする予定だったけど、えー、過去のね、えー、障害者いじめなんかが発覚してねあのそれを、ね、自慢げに払った 語語っってていいいいるるというか面白半分に語っているみたいな感じめちゃめちゃ叩かれた上に降板したと思うんだけど、えー、その人に対するね知事あの記事がね載ってましたというかまあ,あのインタビュー記事ですよね。あのなんでそういう時あのその時にねあのその自慢げにそんなことを語っていたのかみたいな話だと思うまあその反省してますごめんなさいの内容の話だとは思うんですけど、えー、僕ね あのー、その記事自体はまともに見てませんというかまああんまり見る気がないんですよねあのー、興味もないです、えー、なんですがそのその記事を引用リツイートして、えー、語ってるねいろんな人まあ僕もねそのツイートをし,したんですけど、えー、すげえ気になったことがあって まあ例えばさ、その障害者でじゃなくても、障害者であっても障害者じゃなくてもさ、いじめられてる人いるじゃないですか。あのー、疑問なんですけど、皆さんいじめられてる人がいたとき、いじめ止めたことありますあの、僕ないんすよ。いじめ止めたこと。なんなら、そのいじめられてるような子が、あのー、いて、 まあ俺もいじめられたことあるけどさ、あの、まあそれは別、置いておいてさ、あの、いじめられている子を、なんならちょっと茶化かすような言葉をさ、言っちゃったこととかもあるわけよ。まあ正直ね、それってね、加害者とそんなに変わんねえなと思って、あの、あんまりね、あの言ってて気分のいい話じゃないんだけど、皆さんどうっすあの、俺は、 正直、いじめ止めたことないんだよな。あの、ついでに言うとね、あの、俺が、あの、まあ、正直ね、いじめの首謀者に近いポジションにいたこともあるから、あの、まあ、肉体的なことはやらんすよ。だって自分より強い相手に仕掛けたんだもん、あの、弱い側が。 ああまあ,あの弱い側が、あのー、することっていや無視しかないんですよ。相手にしない。まあ要するに、あのー、話を合わせてそのまあちょっと暴君的なまあ今俺の会社の上司なんだけどそいつ、あのー、あまりに中学入った時に調子に乗ってたからその虐げられてるやつみんな集めておいちょっとさ あいつの相手するのやめようかってしばらく無視でみたいな指令を俺が出してでそれに全員が乗っかってしばらくあひと月ぐらいかな相手にしないっていうことがあったのよまあ話しかけられたらちょっとは返すけどまあそんだけみたいなあの全く無視っていうわけではないんだけど でそれ本人的に後から聞いた話では結構聞いてたらしくてだいぶ病んでたらしいんだけどまあ一応ねあのー、その当時の担任の先生が、えー、仲介に入って一月ぐらいかなあのー、まあそいつがあのかなりいろいろやってたこともだいぶ問題になってたその後だもんでその担任の先生もね あの原因がそいつにあることは分かってたのよ。なんだけど、もう、やめにしないかっていうことをね、担任の先生があの言ってきて、で、まあねあ、話を大きくするつもりももともとこっちもなかったし、あので、まあ、本に ね、向こうもかなり効いてるみたいだしまあね前みたいに調子に乗ったことはねえだろうみたいなだからもうねあのー、もう意図的に無視みたいなことはやめようかってまあそろそろつまらんだろうみたいな俺らもいじめたくてやってるわけじゃねえしさってっていう感じでまあ自然消滅するための その最終的なゴーサインというかもう俺が出したのよまああのおいおいねあの年齢かなりいってからそのことはああん時に俺が首謀者だよっていうあのそういう話はね本人にも伝えたんだけど <laughs> でまあねあのこれはこれはね和解済みなんだけどだから俺もねそういうことをしたことがあるのよ だけど逆に何かやってるやつを止めたこと見たことないんだって例えばそのクラスでいじめられてるやつとかがいじめられてるからってそれを止めに入ったやつ見たことないしで俺がそういうことをやってる時だってそれをやめようぜって言ったやつは見たことないのよで今回のね小山田敬吾 ものすごいバッシングを受けてるわけだけど小山田圭吾さんがそのね周りの取り巻きに命令していじめを行ってる時に止めに入った人間っていたのかなって。でなんなら今総バッシングの状態だけどさその小山田圭吾氏はのこれに対してもうそろそろやめにした方がいいんじゃねえかって。 っていう人間はいるのかなっていうのすげえ気になるのよ。まあネットリンチみたいなの結構あるじゃん。例えばさ、まあ、あのー、吉本とか宮迫子とかさ、あと、あのー、渡部かとかさ、別に。 犯罪を渡部とか別に犯罪を犯したわけではないと思うというかまあ公共の場でそういうことをやっちゃいけないのかとかいう話はまああるんだけどうんだからその「そろそろいいじゃねえか」とかさもう最初の最初のもう相場ッシングの段階でさ「やめなよ」って言える人間いるってみんな。 なんかね、その辺のところがね、ちょっと納得がいかないというか。ねえ、だって、それ、もういじめてるのと変わらんぜ、みたいな状態、結構多いじゃん。だからね、僕ね、それがすごく気になるんですよ。で、僕が今、例えば、会社でいじめみたいなことがあったとしたら、 あの僕、今、今だったら、特にその会社という狭いコミュニティの中だったら、止めれるんすわ。まあ、なんて言ったって、今、会社の中ではそれなりの発言力があるし。まあ、とはいえね、なんか、その、理由はあると思うんすよ。全くこいつ動かんみたいな。 っていうのもあるから一応話を聞いてからだとは思うんだけどやりすぎじゃねえのって言,言えることはできるんですよただその普段の例えば学生時代とかにその俺以外の人間がまあそれこそあったよ学校のクラスでなんか俺以外の人間が殴られてるの目撃する、まあ、クラスでねその時俺やっぱ 止めには入れんかったよねだってその殴られてるやつが止めに入ったら俺に俺が標的になるのはやっぱ怖いじゃん。まあそうじゃなくてもまあそれ以外の時に殴られたりしてんだけどさ俺も。<笑><笑>っていう話やっぱうんみんないじめ止めれるっていうのはねすっげえ考えちゃうね。 いいいやそらいじめななはみんなするよだけどさいじめられてる人が現にその目の前にいてさそれを助けないってのも一緒じゃねえの加害者とそれ変わらんのじゃないのって例えばそこにさあのー、死にかけてる人がいてそれ助けないで見殺しにするのってさあのどうなんだろう それれは仕方なないことで済まされるのかな例えば溺れそうになってる子供とかがいてさあの大人が助けに行かないってそれありなのかなっていう話いやあのね助けに行ったらしがみつかれて一緒に溺れるなんてよくある話だよ。だからねあの本当ダメだとは思うんだけどうん。 だからあのよく言うのはねあの、溺れてる子供とか、おど溺れてる人を助けるときは、後ろから行けっていう話はあったとは思うけど、まあ、そういう問題じゃないけどさ、あのそれは、まあ、また別の話になっちゃうけどさあの、助けれるか助けれないか分かんないっていう段階で、助けに入れる人間、そんなにいねえんじゃねえのかなって。 小山田圭吾もクソみそに叩かれてるけどまあ本当どうなんだろう叩く側のなんかリテラシーというかさあのー、その辺あのなんか自分正義の味方ですみたいな感じのやつ多いけどどうなんだろうそれって。 思っちゃうわけでですねまあそんな感じで僕のささやかな疑問ですわ。それに対して、ちょっと俺、あの、ここでいじめあったけど止めたことあるわっていう人いたら教えてください。じゃあ、終わりにしましょう。以上、パチューでした。バイバイ。